栃木県の神社に来年の干支蛇のしめ縄が奉納されました。下野市の星宮神社では毎年この時期、宮司と地元の人たちが蛇の形をしたしめ縄を作っています。この地域では蛇は雨と豊作をもたらすと伝えられていて、来年の干支が蛇ということで、例年よりも一回り大きい5メートルほどのしめ縄が作られました。神社正面の鳥居に飾られています。ニュースでした。